さん、こんにちは。今日はね、2021年4月1日、木曜日でございます。私はね、今ね、京王線のね、筒井岡駅に来てるんですけどね、この筒井岡駅っていうのはね、2連4線のね、緩急接続とかをね、する駅なんですよ。でね、この、二面要素の駅だったらね、緩急接続をするっていうのはね、なんもね、不思議なことではね、ないと思うんですかね。これね、実はね、この緩急接続をするのはね、日中だけでね、朝のラッシュ時とかね、またね、別の姿をね、見せるんですね。でね、今回はね、ラッシュ時とね、この日中でね、その姿を変えるね、この辻ヶ丘駅っていうのをね、見ていきたいと思います。ではね、皆さん、よろしくお願いします。で、これ、ただいまの時刻はね、でもこれ日中って言ってもね、夕方の4時ってね、もうそろそろラッシュの時間に差し掛かんでないなって感じの時間なんですけどね。これはね、夕方の4時とかだったらね、日中と同じダイヤなんでね。若干ラッシュっちゃにかぶりそうな感じの時間ではあるんですかね。日中っていうことにして、ではね、まさにね、その日中の姿っていうのをね、お見せしたいと思います。ではね、私はね、今ね、辻ヶ丘駅のね、その使われ方っていうのがね、よくわかるね、ポイントまでね、やってきました。でね、今ね、ちょうどね、列車がやってきたんですかね。これはね、今回のね、この曲にはね、あんまり関係ないね、下りの各駅停車でございます。今回ね、この動画でね、紹介したいのはね、上りのね、列車でございます。でね、早速ね、ここでね、まずは日中の姿っていうのからね、ちょっと皆さんにね、お見せしていきたいと思います。こんなこと言ってたら、ちょうど来ましたよ。向こうにね、今ね、列車がやってきたらお分かりでしょうか。多分もうそろそろ見えると思うんですけどね。あれはね、辻ヶ丘駅のね、4番線ホームでございます。そして、4番線ホームで、列車が到着。あれはね、各駅停車新宿行き。つまりはね、この駅でね、優等列車に抜かれる列車でございます。今ね、ドアを開けてね、多分、これからね、通過待ちとかをね、することだと思います。そんな感じでね、これ列車が着いたらね、これ一回カット入れちゃったんですけどね、すぐにね、これ通過列車がね、やってきます。これちょっとね、今ね、列車が被っちゃってね、見えないんですけど。今ね、今ね、向こうにね、高尾サントリーが行ったの分かりますか？あれがね、まずはね、この辻ヶ丘駅っていうのはね、日中はね、準特急とか特急といってね、その辻ヶ丘駅をね、通過する列車にね、通過待ちをするんですよ。で、ちょっと今人が来たんで、一回動画、カット入れたんですがね。で、通過とね、あとはね、区間急行とかね、快速、もしくは急行といったね、この辻ヶ丘駅を停車する列車とのね、緩急接続っていうのをね、するんですよ。でも今ね、ちょうどね、あそこにね、あれは快速っぽいな。快速列車がね、ちょっとね、3番線に、来るようです。そしてね、列車がやってきたのがね、わかるかと思います。あれがね、この快速のね、モデラー待機。
今、まあ、これね、快速はね、まあ、この辻川海域に停車します。まあ、この快速がね、まあ、そのまず先に、まあ、この辻川海域を発車。今、まあ、こう、各駅停車でね、まあ、こう、土川海域で抜かれるパターンっていうのはね、まあ、その、日中でも2パターンあって、あれ、まあ、準特急とか特急か、ちょっとどっちこっちも忘れちゃったんですかね。2年のね、その通過列車にね、まあ、その1本抜かれて、で、まあ、その、環球港との環球接続、環球港1本にと、まあ、その接続をして、まあ、その、各駅停車が発車する。まあ、つまりはね、まあ、その、日本のね、まあ、その、優等列車を先に行かせること、タイプとね、まあ、今回みたいなね、最初に、ま、その、通過列車1本、そして、ま、快速でね、まあ、その、通過を書をね、まあ、その、停車するね、まあ、優等列車1本。で、まあ、この後にもう1本の準特急の通過があるんでね、それね、まあ、その通過待ち1本で、まあ、計3本の優等列車に抜かれるね、まあ、このパターンっていうのがあるんですかね。まあ、この後はね、まあ、まあ、もう1本で、ね、また、準特急の通過を待って、あの列車が発車するっていうことになると思います。通過するね、準特急がやってきました。で、今ね、あれ、手前を行ったね、やつはね、違うんですかね。今ね、まあ、奥側のね、まあ、向こうの線路をね、行ったやつはね、まあ、まあ、今回ね、まあ、私がね、注目しているというかね、注目していたね、まあ、その通過列車。そして、今ね、踏切にね、まあ、またね、新宿方面の列車が行きますよっていうね、まあ、その矢印が出てるわけなんですかね。それはね、まあ、その、ようやく待たせた、ようやく来たなっていうように、ね、まあ、これからね、出発していくね、各駅停車でございます。お、そして、まあ、もなく出、そして、出発。そして、ようやくね、俺の番が来たと言わんばかりで、急いでね、各駅停車出発していきます。ま、ではね、まあ、この昼間っていうのはね、まあ、大体こんな感じのね、まあ、光景がね、まあ、繰り広げられているっていう感じです。ではね、まあ、これね、これからね、もうこの朝の時間帯はね、これとは全く違った光景をね、まあ、そう見ることができるんですよ。なのでね、まずはね、まずはじゃねえや、次はね、まあ、ちょっとね、その朝がどんな感じかっていうのをね、ちょっと皆さんにね、お見せしたいと思います。今日はね、翌日、2021年4月2日、金曜日でございます。私はね、またね、まあ、これね、で、ただいまの時刻はね、まあ、朝のね、まあ、7時前なんですけどね。ではね、まあ、今からね、まあ、その、朝のね、まあ、その、辻川海域の様子っていうのをね、まあ、まだ見ていきたいと思います。そしてね、私はね、まあ、昨日と同じ場所にね、やってきたんですけどね。まもなくね、これね、ちょうどこんなことを言っていたらね、4番線にね、列車が来るようです。そしてね、4番線にね、列車がやってきました。でもね、あれよく見たよ。ん？これね、まあ、この、あれ、動画に見えるかどうかわかんないんですけどね。ん？区間急行元山田？あれね、今やってきたね。あれ4番線でね、4番線じゃないですか。4番線に区間急行？そう、まあ、これ朝の時間帯はね、まあ、まあ、昼の時間帯はね、まあ、あれ、4番線には確定が来てね。で、3番線とかに環球湖とかそういう優等列車が来るんですよね。朝の時間はそうとは限らないんですよね。そして、環球湖はね、この追加海域でね、京王ライダーの通過待ちをします。京王ライダー意外と空いてたな。まあ、こんなご時世ですからね、まあ、座席指定制でね、まあ、そんな満員電車になんないね、京王ライナーっていうのは意外と重宝するのかなと思ったんですけどね。意外とね、まあ、空きありましたね。
そうでね、まあ、この関係校っていうのはね、まあ、あれ、日中はね、まあ、この中国駅ではね、まあ、その、準特急とかね、まあ、特急とか、まあ、もしくは、まあ、今の京王ライナーとかね、そういうね、もっと早い列車のね、通過待ちかっていうのはね、しないんですけどね、まあ、この朝にかけ、朝とかね、まあ、夜はどうなのかちょっとわかんないんですけどね、ラッシュに関してはね、ちょっと違うんですよね。いやー、ほんと面白いでしょ？こんなこと言っていたらね、またまた3番線に列車がやってきました。そして、ね、列車やってきたと思ったらね、この東急行は接続を取らずに出発。何をしたいのかが全くもって分かんないですね。いや、これや、おー、面白い。そしてね、4番線から関急行が発車するというね、日中ではありえない光景がね、今目の前に繰り広げられています。あと面白いのがね、あれよく見てください。これ分かりますかね。ちょっとこの動画説明分かんないと思うんですけどね、3番線に来たのはね、各駅停車新宿行きなんですよ。そう、日中のね、3番線にはね、各駅停車は入んないんですけどね。まあ、このラッシュ時は違います。ラッシュ時はね、まあ、関急行が4番線に入ってね、で、各駅停車が3番線に入るというね、日中とはね、真逆の現象をね、見ることができます。ね、まあ、今のね、3番線に入線した各駅停車っていうのはね、これ実はね、まあ、この辻岡始発のね、各駅停車なんですよ。ねえ、まあ、この辻岡駅っていうのはね、今ちょうどね、まあ、ちょっと列車とかに見えないんですよね。向こうの方にね、あれ、対比線じゃない、引き上げ線みたいなやつがあってね、そこでね、まあ、その列車、まあ、この辻岡始発の列車がね、ずっと待機していてね、今、まあ、その時間になったらね、まあ、そこから列車が出てくるっていうね、まあ、そのような感じになるんですよね。そして多分ね、もう間もなくね、各駅停車を発車って言おうと思ったら、ね、ちょうど発車しましたね。ちなみに、この、辻岡始発の各駅停車はね、まあ、この辻岡駅でね、何の優等列車のね、通過待ちとかね、まあ、その接続とかもね、行っておりません。今このね、ちょっとした短い時間いただけないでね、まあこんなすぐにね、まあこんなありえないような光景を見ることができます。そして、3番線から各駅停車が発車したと思ったらね、またね、4番線に列車がやってきます。でね、今ね、通過電車でちょっと見えなかったんですけどね、あの列車ね、まあ普通にね、各駅停車です。まあ一応ね、あれはね、各駅停車元やった駅なんでね、日中ではね、また見れない種別ではあるんですがね、まあ今回はね、まあちゃんとしたね、まあそう4番線の使われ方みたいな感じでね、ちゃんとね、4番線にね、各駅停車をやってきました。そして、各駅停車がね、到着したらね、すぐにね、3番線の列車が通過いたします。そして、ね、列車が通過。これはね、まあ普通にね、日中でも見られる光景ですよね。
ね、まあ、あの、行き先こそね、まあ、ちょっとあの、各駅停車は珍しくはありますがね。ではね、まあ、普通にね、まあ、日中でも見られるような光景です。3番線の、4番線にいる列車はね、まだね、まあ、通過列車をね、先に行かせます。まあ、これもね、まあ、普通にね、まあ、日中ではね、まあ、見られるような光景です。そして、ね、今回はね、下り線にその列車がやってきたんですかね。下り線っていうのは今回私のね、あれ、まあ、その調査対象ではないんですがね。これもまた面白いのがね、この列車はね、各駅停車調布行き。まあ、これ行き先だけでもね、かなり面白いんですがね、この列車はね、なんとね、2番線に到着いたしました。でもこれ日中だったらね、まあ、各駅停車っていうのはね、1番線に入ってね、で、まあ、その環球港とか、まあ、その、準特急とか通過待ちをするんですがね、まあ、これ、あれ、各駅停車がね、まあ、この2番線に入るっていう、ね、まあ、さっきと似たような現象をね、まあ、見ることができます。そしてね、まあ、こんなこと言ってる間に、各駅停車はね、すぐにね、まあ、こう、辻岡駅を発車していきます。そしてね、これね、またこれすごいね、光景がね、まあ、繰り広げられてるんですがね。これ3番線にやってきたね、環球港なんですがね。この環球港を待たずに、おー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 、各駅発車しちゃったよ。そして、発車する、発車する、各駅停車を横目に、ね、3番線に、ね、環球港が到着いたします。これね、待ち合わせはこれしないんですよね。でも今これね、まあ、さっきの各駅停車はね、まあ、向こうの方に行ってしまいました。そして、まあ、さっきの各駅停車が発車してからね、まあ、これ2、3分ぐらいですかね。まあ、これ間もなくね、後を追うようにして、ね、環球港が発車していきます。まあ、なかなか動かんな。まあ、ね、これ多分もう行ってる間にね、発車すると思うんですがね。このね、あれ発車しますね。そして、後を追うようにですね、環球港を発車していきます。まあ、今ちょうどね、各駅停車がね、被っちゃって見えないんですかね。列車をね、発車していきます。まあ、これね、この通路からね、次にあるね、まあ、その待避設備っていうかね、まあ、その通過待ちができる駅っていうのはね、まあ、こっからね、4駅先のね、8万円駅になるんですがね、まあ、さっきのやつはね、各駅停車のね、まあ、もちろんね、4駅全部止まっていくんですがね、この環球港っていうのはね、途中ね、まあ、線側と千歳から線余ったね、まあ、その2駅にしかね、まあ、停車しないんですよ。だからね、もうこれね、多分ね、まっすぐに環球港で前の各駅に追いついちゃうと思うんですがね、これね、わざわざね、各駅を先に突っ込んだんですよね。いや、面白い。だからね、まあ、この朝のダイヤっていうのはね、まあ、とにかく何でもいいから、もうこう、本線で列車をぶち込んでいくっていうね、方法を取ってるんですよね。そして、もう、またね、まあ、4番線に列車がやってくるようです。そして、4番線にやってきた列車ね、まあ、今回はね、まあ、普通通りね、まあ、各駅停車がやってきました。でね、もう私はね、もうあれ、まもなく、もうここね、まあその、もう取るものは、まあ、全部取ったんでね、もうここ、もう帰ろうかなと思うんですがね。いや、でも本当面白いでしょ？もう朝はね、まあ、さっき見せた、まあその日中みたいに、まあその4番線に各駅停車が来て、ね、今3番線はその通過列車が行ったりだとかね、まあ環球港とか快速といったね、まあそういう列車が行くっていうとはね、限らないんですよね。お、そしてやってきたのはね、準特急サンリオピューラントレインだ。そして、見た目の可愛さとはね、正反対のようなね、恐ろしいようなスピードでぶっ飛ばしていきます。と言ってもね、まああれ、多分最高速度110とかね、まあ出してないと思うんですけどね、まあせいぜい100キロぐらいじゃないですか。
そうでもね、ほんとね、まあ、日中はね、まで、その4番線各駅停車が入って、まあ、その3番線をま、その優等列車が行くって感じですからね。まあ、その朝までそうとは限らないんですよね。4番線間急行が入ってみたりね、またまたね、各駅停車がね、4番線に入るのがいいですかね。その接続をせずにね、先に各駅停車が突っ走っていくといったような光景がね、見ることができます。ねえ、これ私帰ろう、今から帰ろうと思ったんですけどね、またまた見えましたよ。まあこれね、あれ、まあ3番線にやってきた列車はね、あれはね、多分環球港の新宿行きだと思うんですがね、まあこの環球港なんてなんぞやって言わんばかりね、各駅停車がね、先へ走って、まあこの本線にね、ぶち込まれていきます。そしてね、まあその、区間急行はね、おい待て、各駅やーってね、まあその、言いたいところですかね、まあこの、土ヶ丘駅には停車しなきゃいけないので、ね、まあその、どんどんね、まあその、各駅停車がね、差がね、開いていきます。いやー、面白い。おー、そしてまた通過だ。まあ、あれはね、回送列車でしたね。まあ、でも、そんなことはいいんですかね。まあ、こんなようにね、まあ、朝ではね、まあ、その日中では考えられないような光景がね、まあ、その、見ることがね、まあ、できるんですよね。いやー、面白い。まあ、で、ね、まあ、私はそろそろね、まあ、その、辻ヶ丘駅前の方にね、戻りたいと思います。私はね、まあ、またね、辻ヶ丘駅前にね、戻ってきました。いやー、でもね、本当に、まあ、この、朝のね、まあ、この辻ヶ丘駅はね、面白かったでしょ？まあ、こう日中のね、使われ方っていうのはね、まあ、よくある二面四線の駅の使われ方だと思うんですがね、もうこの朝のね、辻ヶ丘駅っていうのはね、本当にすごい面白い使われ方をね、まあ、していたのがね、わかるかと思います。まあ、本当に、まあ、これね、朝のね、まあ、このラッシュ時の時間帯だったね、まあ、この光景っていうのはね、まあ、その、普通に、その、何回もね、まあ、その見ることができるんですよ。で、結構、これね、生で見ると、ね、面白い光景なんで、まあ、皆さんもね、まあ、その、あれ、まあ、皆さんもね、まあ、その、ぜひね、まあ、その、時間があればね、まあ、この朝はちょっと早いですがね、まあ、このラッシュ時にね、まあ、この辻ヶ丘駅見て、ね、その面白い光景っていうのをね、まあ、見てみてはいかがでしょうか。ではね、まあ、この動画はね、まあ、ここまでにしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いします。ではね、動画を終えたいと思います。ご視聴ありがとうございました。